ら。貴様が本物のジャギだ。もう大丈夫だ。飛行を解除した。早く逃げるがいい。よくわかったな。そうさ、俺様が本物よ。貴様がアイリをさらった男、ジャギか。そうだ、俺がジャギ様よ。久しぶりだな、ケンシロウ。ジャギ、なぜこの町に来た？お前はバカか？お前を殺すためだろうが。この日が来るのを待ちわびたぜ、ケンシロウ。てめえが俺につけた傷がうずくたびによ、俺の中の憎しみがささやくのさ。お前をぶっ殺せってな。ならばそのささやきも今日まで。俺が貴様に引導を渡してやる。待て、ケン。俺にやらせてくれ。この男だけは自分の手で地獄に叩き落とさないと気が済まん。バーカめ、貴様らは俺様の罠にはまったことにまだ気づかんのか。何？どういうことだ？つまりはこういうことさ。兄さん！お前はタルーか。なんと水長剣の霊。てめえの妹が二度も同じ男の手に落ちるとは夢にも思ってなかったようだな。なぜお前らが手を組んでいるんだ？ジャギさんとは利害が一致してね。君が消えてくれればジャギさんと僕は大満足。ジャギさんはすっきり、僕らは簡単にエデンが落とせるってわけ。こいつとは酒場で会って意気投合しちまってよ。実に気のいい野郎だ。お前よりこいつが弟だったらよかったぜ。しかし驚いたよ。まさかジャギさんが君のお兄様だったとはね。そんな人がこちら側についてくれるなんて、やっぱり僕は最高についている男だ。タルーガに今回の話を持ちかけたらすぐ俺の案に乗ってきたよ。レイよ、てめえの妹がいる以上下手に手は出せねえだろ。ジャギ、貴様。ほら、どうした？俺を地獄に叩き落とすんだろ。やれるもんならやってみろ。だけどよ、俺に手出したら妹がどうなっちまっても知らねえぜ。ああ、おれ、人の皮をかぶった悪魔め。レイ！いや、飛行進探中をついた。俺の声がかからねえ限りてめえは決して動けねえ。ジャギさん、ここじゃ人目につく。そろそろ予定通り。なあ、分かってる、予定通りだろ。いいか、ケンシロウ、こいつら兄弟の命は
俺たちが預かったぜ。助けたけりゃコロセウムに一人で来い。俺様こそ真の伝承者だってことを思い知らせてやるよ。覚悟してくるがい。